どうも、ついちゃんことついのぞみです。はい、今回はですね、今からノアとコアとプチデートに行きたいと思いまーす。もうね、セイとソラはね、行かないということで、はい、友達と遊びに行くのかな。今ちょうどね、大阪からスタッフのお母さんが来てくれてて、そうなので、ちょっとノアとコアと二人、セイとソラはお願いして、3人である場所にデートに行きたいと思います。はい、ということでゆるっとした動画になっております。猫ちゃんこんな感じで出発していきたいと思います。それではレッツゴーゴーゴー。辻チャンネル絶対悔いある取り方してるじゃん。マスクしようかなマックいないか、普通か、近くない。コアコイマスクすればなんかスマートで嫌だから。ノアカメラマンがお送りいたします。コアは何買うのかな。はい、今日はですねサンシャインに行きますおもちゃね、おもちゃも行きたいね。先さちょっとさご飯屋さん行こうよ、ご飯食べようよ。いや、ご飯いっぱい食べた人がおむちゃ買えるんだよ。今日は完全にノアの付き合いですね。なかなかのスリーショットじゃない、うん、いや自分の指がママにそっくりだろって。いや、ここの指がマジで痛い。これが痛い。面白いこれ。わからない。わからないですけど。今日はですね、池袋のサンシャインシティに行きたいと思います。私の副長と完全に、ね、でももう店決まってるしね。うん、ノアが行く店、駄菓子屋行きたい。駄菓子屋なんでこんなことする。電波がないんだよ。こっち見ててよ。これあ、こっち開いてない。ノア開けてあげて。セイとソラが好きだった仮面ライダーゴーストの DVD 完全にもうなんか姉さんの爪がですね夏休み仕様になりまして、あーもう爪になっちゃってます。もう夏休みやべえ、超混んでんじゃん。もう夏休みはね始まったばっかり。これ始まったばっかり。めっちゃ今日上行く。ちなみにノアの最近のゴリ押しのカラコンがスーちゃんのキャンディードール、バンビシリーズのスカイブルー。いや違う、なんだっけ、忘れちゃったの。なんだっけ、ブルースカイ、青いコンタクトがあって、バンビシリーズのそのコンタクトにハマっていて、めっちゃ青だよね。そう、めっちゃ青。でもそれ似合う子なかなかいないよ、絶対。ママやったらマジでハロウィンみたいになりそう。まあでもツーちゃん可愛い子、ツーちゃん似合う。可愛い。色が白い人がいるのかな。やめて。え、いや、ノアに色白くなってていうかめっちゃ空綺麗じゃない今日。絶対その方が映ってるし。え、見えてるよ。はい、本当だ。めっちゃ綺麗。今日何曜日？水曜日。もうさ夏休みはさマジで何曜日か分かんなくなる。あ、やばいじゃん今日。そうちゃんたちダンスやん。もうサクッとサクッとご飯食べてサクッと買い物してサクッと帰ろう。お腹すいた。なんかさ、クリーム持ってない。マジでママの右手の薬指がやばい。私のバッグの中身が汚そう。バキバキやばいよ。あ、絆創膏なら入ってる。なんかさ、薬、リップクリームでもいいよ。あ、これも入ってる。モバジュ。そう。あれ、水着も買うって言ったっけ。水着も買う。どうしようかな。ライフジャケットを着るから。実はですね、数日後に沖縄のなんていうの、スタッフの知り合いの人がいて、そこにちょっと行くの。もうなんか部屋の中にプールがついてて、なんかね人に会わずに過ごせるみたいな。もうすぐ着くよ。早いよ、着くよ。高いですもん。あーじゃん、じゃあのさ、持てるものにするよ、買うの。カービィ出てればいいのにね。カ
ハピーのゲームね。今日のタイムリミットは3時間かな。短っ。短くはない。全然6時間ぐらい入れてるんですよ。いや、そうだけどさ、そうも無理だし、そっちゃんたち待ってるし。今からですね、駐車場に入ります。やばい、パパから電話。はいはいはい、電話くれた。いや、今さ、ノアの買い物にさ、行くんでさ。ノア？ノアの買い物。ノアの買い物？ノアが洋服が買いたいって言うから。パパはーい、すぐ帰ってきてね。はーい。で、今、サンシャにね、着いたとこなんだけど。あ、ウルフェスか。いや、無理だよ。ウルフェス？行けるかな。じゃあ、でさ、違うの。空とさ、セイがさ、二人になっちゃうからさ、ママさんいるかなと思って電話したの。おかん帰ったんだ。で、じゃあ、連絡したらいたから。あ、いたの？いるの？いたの。そう。だからね。で、何も予定ないって言ってたから、お願いしちゃったの。まあ、コアは連れてきてるから、空とセイだから。ああ。まあ、了解了解。ウルフェスは、だとまた。ああ、ウルフェス行けたら行こうかな、ちょっとだけでも。時間的に行けたらいいなぐらい。また連絡するわ。あ、オッケー。はい、お昼ご飯はここで食べたいと思います。なんだっけ、ここパンペジ屋。絶対違うけど。あ、コアのお子様メニューあるよ。よし、帰りまーす。はい、コアちゃんのはどれかな。何にしよう。どれがいい。何にしようかな。大悟にしようかな。大悟。大悟にすんの。大悟。大悟にする。違う、これ。それ来るんじゃない、それ。来るのかな。リーセットで、こだわり冷麺の細麺。あと、このビビンバ。と、あとこのお子様のセット。うん、買ってきていいよ。そうなの、何か持ってきたんだよ。このお店は私がめっちゃ好きで、そう、昔からよく来てるお店で、こちらのお店になってます。なんだよ、ブブブブブブ。ご飯が来るまでですよ。言って。これご飯。さあ、ご飯。ご飯なの、食べます。いただきまーす。食べるごはん。サラダ。何飲んだ？ご飯が大変。ママ、飲み物持ってくるのよ。カレーゴーシャーの来たじゃん。ワンシャンのご飯来たじゃん。すごいよ。めっちゃ韓国料理。ワンシャンもしもミッフィーちゃんです。食べれるのだけでいいから混ぜていいよ。ほら見て、パーの大好きなお肉ご飯じゃん。お肉、うん、これ醤油かけてる。かかってる、かかってる。何食べれる？海苔ご飯にする。すごい。ヤンニョムチキンもセットでついてきて、はい、私はビビンバで、はい、はい、セーブもらって食べた。ママこれもらうわ。今日はどうせ食べない。今日はポテトもあるじゃん。すごいすごい。食べれるのだけ食べて。じゃあ今日はこれと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 食べる。全部食べれる。全部食べていっぱい食べたらアパマンとこ行ってみよう。上手。ママも冷麺くる。やばくない？
これセットだから、ね、今日で行くから今日って何今日ってやばいめっちゃ入っちゃったよやばいってねやばいって超激辛って書いてあるからね辛い辛い今が辛つけたからうんあ辛い痛い。ちょっと、クエンクなるそこだけ食べる痛いやつ辛いっていうか痛いやつ辛いけど美味しい辛いの好きなんだあーやばいサクッと食べてサクッといかないジーナチさんでしょあと何店舗かある3店舗ぐらい、うん、アンパンパンパンダメだ ご飯食べてるよってお風呂ないと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 ご飯食べてるよってお
美味しいですとか言うの。やばい。やばい。テレビが出た。最近袋ができないですね。水で太るタイプだね。でもママもそのタイプだから。全然食べてない。吸収率がいいんだけど。別に太ってるわけじゃないんですよ。骨格の問題？食べてないで太るのが一番いいから。何しても太る。だったら食べた方がいい。食べても太る。でも食べないで太るのは食べても太る。はい、ということで、ごちそうさまでした。さあ、とりあえず今日のメインの、のあちゃんの洋服と、あとはニニとかのお土産の駄菓子屋さん行ったりとか、あとコアのトイザラス行ったりとか、していきたいと思いまーす。卵がいっぱいだー。ごちそうさまでした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 ーだーかわいい。トイザラス行きまーす。何が何それ？ウーダンベルルとジーン。買ったのね。やばい。今からプリクラを撮ろうという流れになってます。何？これがおすすめなの？春、色、性、なんちゃらいい。これじゃプリクラ撮んだって。どうやってやんの？すごいね。500円もすんの今。これ。今のもんから500円。やばい、もういろいろありすぎて分からん。やばい、一人で髪の毛整えてんだけど。シールかどれかどっちがいい？え、何どれか。シールでしょ。トレカ。ママは選べるから。え、トレカの方がいいのかな。中入れんだっけ今。トレカ、トレカじゃ。すごい。何柄？え、これ。これ？うん。で、何？やばい。こうやって入る？こうやって半分こうやって。もうこうやって。できた？レース打っちゃった。はい、二枚目。はい、何？どこしよう？どうやって？どう？え、顔が怖いんだけど。何？かわいくない。もっと寄ろうよ。指がこれがいい。やばいな。次何やるの？猫やるの？ノアとコアで撮って。え、絶対事故ったから今。待って。かわいい顔してね。あ、かわいい。
何がいい？コアラで角。待って、コアが全部目つぶってる。あ、かわいい。かわいいじゃん。上手でした。え、何？後ろの色か、あれなの？後ろ鏡セットする。あ、すげー、すげー。なにこれ、早く言ってよ。ママが、違う、ママがコアがあっちでやってる。撮った後にやばいね、今のプリクラは。ほら、落書きあるじゃん。落書きいらない、いらないです。やっちゃダメなの？え、これかわいいじゃん、この落書き。私いらないんだけど。見てー、かわいい。かわいちゃん、かわいい。ママの目ん玉どうなっちゃってんのよ。見てて。どう？かわいい。よし、どうやってやんの？どうやってやんのよ。スタンプとか押しちゃダメなの？ママとか書いちゃダメなの？メイクセットだって。あ、なに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 、盛りたいポーズだった。すごい自分の顔編集してんだけど。ねえ、なに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 、盛りたいって何？唇ぷくっとするみたいな。やばくない？鼻筋が高くなんのこれ。わー、やばくない？ねえねえ、詐欺やん。ね、ママもやってよ。ちょっとねえ、コアもやってほしいよね。これどうやってコアやるの？コアをさ、どうやってやんのよ。マジでわからん。見て、隣の姉さん自分ばっかりなんかやってる。ねえ、自分ばっかりやってんだけど。もう任せよ。ねねに任せよ。ママはわからん。もうプロだ。マジでもう、まあ、私にはわからん。いいよ。やばいね、今のプリクラは。ついていけません。35歳。はい、こんな感じでーす。プリクラ撮りました。出た。はい、こんな感じで。何年ぶりのプリクラだろう。プリクラっつうかもうカードだしね。これか。携帯の裏に入れるそうです。はい、ということで。買い物が終わりましたので、今から、よし、帰りたいと思います。はい、アイス。アイス。アイス食べて、レッツゴー。レッツゴー。私もクッキー&クリームを食べながら、レッツゴー。ちなみに、タリーズも買いました。アイスを食べてから出発したいと思います。しかも私のアイス、一番高いアイス。疲れた。最近夜ご飯だよ。今日はサーモンとマグロです。お寿司か丼か。でもさ、いい感じの流れだったよね。うん、早かったよね。なんなら3時間経ってないんじゃないかなって感じ。いい感じのお時間です。これでスタンプいらないかな。なに？やらせ、やらせ疑惑出るから。言ってないよ。空が綺麗だねって。撮ってんで今。言わないんかい。やってるって今。こう俳優いけるよ。はい、カット。はい、カット。やばい。